おはようございます。チャミーのちー散歩3日目でございます。ちょっと髪の毛ね、染め直しました。気合い入れるためにね、台湾のコンペタと今週末の、ワンマンライブですね。なんと残り2席で完売となりました。ありがとうございます。おかげさまで嬉しい限りです。めちゃめちゃ気合い入ってます。ね、ダンスの、ラテンのソロショー、がっつり衣装着てバチバチでやります。そして、キッズダンサーたちとの、コラボもあります。ピアノ弾き語りもやります。衣装をね2回3回ぐらい変える予定なんで、楽しみにしていてください。だいぶねやっぱり暑い日が戻ってきましたね。今日は風がちょっとだけあるっていう感じかな。今日もね皆さん一日頑張っていきましょう。イエイ。やっとね来週もう1週間後に台湾なんですけど、台湾で世界大会なんですけど、昨日の夜中やっと航空券を取りました。ちょっとねタイの教訓があるので、タイの時はねもう前日まで航空券、取れなかったというか、あの取ってたのを、捨ててもう一回取り直したというね、釣ったもんだがありましたが、もうタイ側がねすごいごちゃごちゃしてて、私にあの大会の日を間違って言ってたというねそれで私が前日に慌てて向こうに前日入りしなければならなかったという、ね、そんなオチがあります。なのでちょっと今回は直前までどうなるかお話し様子見ようと思って、まあ確かにちょっと値段がねだいぶ上がってたんですけど、まあちょっとまあそれでもいいかなっていう感じでね、やっと取りました。イエーイ。もうあとはねもう行くしかないので、またね吸ったもんだ珍道中になるような気もします。台湾の、空港に深夜に着いて、早朝まで空港で時間を潰して、そこから、新幹線に乗って南の端まで移動します。新幹線2時間ぐらい乗らなあかんのかな。なのであれやんね、まあ東京大阪間ぐらいの移動をして、でそこから大会に出て、でその夕方ぐらいまでかな大会ね。でその後ちょっとねミスコンのドレスをね台湾で見つけようかななんても思って、ちょっとそんなことも考えております。でまたその夜の深夜便で、帰ってくるって感じです。で台湾のね前日があのねミスコンのビューティーキャンプって言いまして、あのウォーキングとかの合同練習があるんですよね。そうなんです。なのでねもうそろそろ本当にドレスをね決めたいんですけどね、まあちょっと東京のドレス屋さんもちょっと行って、試着してみようかなと思ってます。もう言うて1ヶ月切ってるんでね、ミスコンの方もね、今そうそうファイナリストになってますのでね、東京の9月20日、インターコンチネンタルの方で、出ます。頑張ります。グランプリ目指します。イエーイ。でね、YouTube のね、登録者さんもちょっとずつ増えていってます。ありがとうございます、皆さん。なんかね、あの、友達とか、あの、音楽仲間とかね、生徒さんとかがみんな登録してくれてありがとうございます。50万人を目指しているので、すごい目標やな、みたいな。ちょっとずつ頑張っていきます。ね、でも嬉しいですね。なんか一人ずつでも増えていくとね。そんな、今日は水曜日ねございます。皆さん今日も良い一日を。ありがとうございました。